ンクマン、オーダー入りました。エロキャめえお前何しに来た。コテンパンのギッタケジャにやってしまうんです。もちろんマリオくんが雷の兄弟、つまり雷兄弟ってことですわね。うえ変な声出ちゃった。キキマリオくん、ちょっとここで待っててもらえますか。ん、どうした。クッパ軍団の諸君、ついにクッパ城入り口の邪魔者がいなくなった。今こそ無敵のクッパ軍団が立ち上がる時である。これより我々はマリア君と共にクッパ城へと乗り込む。囚われたクッパ様を救出し、クッパ軍団の威厳をいざ取り戻すのだ。かっこよ。さあこれできっとみんなが集まってくれますぞ。そんなの待ってらんないよ。お父さんが心配だ。今すぐに乗り込むぞ。うわ、やれやれ、坊ちゃんの気が短いのは父親譲りですな。では我々で先行してクッパ様のもとへ参りましょう。さあ行きますぞ。はーい。でてて。でるでる。これなんだ。なんでもない。よし、行くぜ。マリオくん。折り紙兵どもがいきなり襲ってくるかもしれません。ここから先は気を引き締めてまいりますぞ。 OK。 わ、めっちゃいる。あ、なんだ、めっちゃパーティーしてるじゃん。しかし数が多いな。けしからん。こともあろうか、偉大なるクッパ城を宴会場にするとは何事だ。宴会？温泉の後に楽しく宴会だなんて羨ましいですわ。僕は先にお父さんのところへ行ってるぞ。はーい。あ、マリオさん、緑のテープを2階に行ってるみたいです。おい折り紙兵ども、降りると受かるよって宴会などすぐにやめんか。あ、くぅ、お、折り紙どもめ、結構な数ですぞ。これだけを相手にするのはさすがに分が悪いですな。まずいですぞ、マリオくん。いやー、来たー踏まれとるがなー。おお、お前たちよくぞ来てくれた。それでこそ無敵のクッパ軍団。さあ今のうちに坊ちゃんと合流してクッパ様のところへ。オッケー。大丈夫か、大丈夫か。あとにしよう、いろいろあとにしよう。よし、早速。あ、それ ZR、あ、ZR、あ、ZR、もういっちょ ZR。どうよ。よし。あ、なんだ。あ、マリオ、カメ君、扉が開かないんだ。これじゃお父さんを助けに行けないよ。かあ、どうやら鍵をかけられたようですな。私の部屋に合鍵がありますぞ。あれを使いましょう。私の部屋はこの下の右の扉から行きますぞ。さあ早く。オッケー。よいしょ、よいしょ。ピンポン鳴ってるけど、まあいいや。あ、この下の右の部屋からね。右の部屋、ここじゃないのかい。下、まだ下かい。こうやって戦えるのか。戦えるね。なるほど。お、あ、ありがとう。とりあえず全部倒すか。倒します。よし、大方片付いたな。よし、じゃあ右の部屋に行きましょうか。わお。あー、墜落した時のショックでめちゃくちゃですな。私の部屋はこの先ですぞ。どこか抜けられるところありませんかな。抜けられるところ、この絵の中に飛び込めるとか、なんかそういうマリオ64的なあれはないのか。ないね。これって崩れた柱かしら。これなら私でもなんとかできるかも。できたらよかったですけど、よく考えたらできるわけないですわ。カッカッカ、心配無用。見ていなさい、オリビア君。お、かー、さすが。あー、すごいですわ、カメックさん。
さすが伝説のお掃除上手。私が本気を出せばこんな情めしまいです。さあどんどん行きますよ。了解、お願いしますよ。この辺は何もなさそう。お、結構なんか結構派手に穴が開いてる。よいしょよいしょ、ありがとう。さっき結構買ってきたんだけどな、買ってきたものがここで手に入るとなんかこうなんか何とも言えない気持ちになるよね。ドラクエでよくあるやつ。よいしょよいしょ、いきますね。あれ、伝説の魔法使いカミックさんに来ればこんなのちょちょいのちょいです。かーん、ありがとう。かっこいい、かっかっか乗ってきましたぞ。ほら急いで急いで。あ、これはか、あ、あら、カメックさんノリノリですわね。もう見えなくなっちゃいましたわ。ん、よいしょよいしょ、ん、何が起こった、さらわれた、落ちた、よいしょ。あれ、今ここでいなくなったよな。あれ、ここなんだか暗くて気味が悪いですわ。カメックさんのお部屋で鍵を見つけて早く戻りたいです。カメックどうした、ここじゃなさそうか。おお、びっくりした、何もないね、何もないか。本当か、今床がちょっとなんか一枚だけ変な色だったぞ。ここ関係ない、関係ない。カメックの像がある。なんか今不審な絵が見えたけども、それはいいや。お、これは、うっ、びっくりした。あ、鍵じゃない、ハリボテワンワン、オッケー。あら、やだ、お兄様じゃん。よ、あ、なんだよ、あら、向こうは、はあ、向こうもなんかあるけどいいよ。とりあえずここだな。よいしょ、なんだ、お、どうすんだ、ここじゃないの、あ、来た、よいしょ、どうだ、あ、お、なんだ、ねえマリオさん、中から変な声が聞こえません？私入るの無理かも、ここで待ってるから鍵だけお願いします。しゃね、あ、あれ、うまそう、さすがキラキノコは香りが違うな。あれ、兄さんもここに来てたの、ちょうどよかった。いつものくだりありがとう。イエー、クッパ城の鍵、まさかクッパ城にあるなんて思っても見なかったよ。え、それピーチ城の鍵じゃなくてクッパ城の鍵、ずこー、また違うのか、惜しい、お城の鍵を合ってたのにな。でもだいぶ近づいてきたぞ、今度こそピーチ城の鍵を見つけてくるよ。はい、ありがとう。あれ、これ読めるんじゃないの、読めない、よいしょ、よ、読めない、読めないね。あれ、カメックどこ行ったんだろう。どうも、あ、マリオさんお帰りなさい。今ルイージさんがすごい速さでまたどこかに行っちゃいましたわ。ところでクッパ城の鍵ありました、鍵、はあ、
どういうことだ。ここは何だ。オリビアちゃんもさらわれてしまったな。お、なんだあれ。ここもなんかある。なんかあるけどどこだどこだ。どこかわからんな。ピンポン言ったけど、よっ、やった。うっそん。オッケー。あれ、これもなんもないのか。そうか。あ、びっくりした。あった。裏にあった。ここで道は終わっている。お？戻るか。あの手は何だったんだろうか。ここのボスかな。お、あ、なんだ、はあ、なんだ、え、怖っ。何こいつら。待て待て、あ、あ、どうしよう。こう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 、え、わからん。お願いします。どうすれば倒せるだろうな。とりあえず踏むか。キリエヘイノッポ。キリエヘイノッポってどういう意味？折り紙兵じゃ、あ、キリエってこと？なるほど。ここのボスはハサミか。そうなると、うん、普通に倒せる。なるほどね。さて、あっと、びっくりした。あ、チビも来た。怖えわ。鍵見つけたから普通に行けると思うんだ。あ、無理やり行ったな。いや、いいんだけどね。左側は？あ、なんじゃ？これ上の折り紙兵じゃ。お、ね、一回ちょっとあっち行ってみるか。なんか多分ここ後で来るんでしょう。緑テープがあるってことは、あー、なんすか。あ、あ、あれ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 、ウェーブバトール。やべえじゃん。やべえじゃん。ん？ 4？ ん？どういうこと？あ、これどういうこと？あ、そんなんなの。へえ。よっ、はっ、ほっ、よっと。癖強いな。はい。
なかなか、あれ、キラキノコあるじゃん。あれ、そういえばクッパ軍団いなくなったな。どこ行ったんだろう。さらわれちゃったのかな。セーブだけしとこう。あ、待って、切り刻まれてない？これ、え、やば。あ、後ろから来てるぞ、後ろから来てるぞ。やめろ。いったー。掴まれたら厄介だね。あ、マリオさん、助けて、私何かに捕まっちゃいました。恐ろしい、まるで真っ黒な手のような。これです。いや、知ってます。マリオさん、怖い、助けて。あ、ボスだ。炎で焼く？炎で焼くのが一番いい気がするか。それはちょっと一回置いとこうか。さて、どうしようかなと。一回攻撃してみっか。ええ、嘘。こいつこいつ、離れすぎず近寄りすぎずのちょうどいい距離を探れ。どういうこと？離れすぎず近すぎず。いった、水道。離れすぎず近すぎず。日神様で焼くか。近寄りすぎるとパネルを弾かれ、遠すぎるとカウンターされてしまう。少しだけ離れた位置から攻撃は。はい。ああ、忘れてたすっかり忘れてた。あ、いった、いった。どれぐらいがいいだろう。2個目ぐらいがいい？待ってよ。あー、待て待て、こうでしょ。で、ここぐらい、これでどう？これで飛び込んだら掴まれそう。じゃあハンマーか。当たんなくね？当たるんかい。あ、ちょっと緩くなりました。いい感じかも。あー、どんどん緩くしていく。いいで。なるほど。あれあれあれ、宝箱があるな。どうしよっかな。オリビアちゃんいないからな。どうしよっかな。1,2,3、あと3回いけるか。よし、じゃあ1,2,3。どうだ。よし、行くぜ。あ、ポイ投げハンマーあるな。ポイ投げハンマー使うか。キラポイ投げハンマー。伝説だと18だが、あ、ふざけんなよふざけんなよ。追い投げハンマーダメなんじゃん。じゃあ普通に、じゃあ、1,2,3
3。よし、いきます。ブリ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 、エクセレント。どうだ、よし、いいぞ。おかえり、やっと出られました。あ、マリオさん、ありがとうございます。すごく怖かったの。よし、反撃だ。よし、外に出られればこっちのもんですわよ。魔法陣でお返ししちゃうから。よし、行くぜ。なんだ、なんで魔法陣が変なパネルに変わっちゃった。これ何かしら、石、ハサミかしら。はいはい、これは紙ですわね。あ、私どこかで聞いたことあります。もしかしてこれ、石とハサミと紙が戦うという伝説のじゃんけんというものじゃないでしょうか。うん、面白いですわ。手は手らしくじゃんけんで決着をつけようってことですわね。その勝負受けて立ちますわ。どういうことよ。結局わからんが、チョキの形をしてるからグーでいけってこと。近くでじゃんけんすると攻撃力が高いがガードしづらく、遠くだと攻撃力が低いがガードしやすい。じゃんけん発動。よし、紙の手でじゃんけんいきますわよ。じゃんけんポンの合図でコントローラー振るとパネルの手を出しますわ。それでいきますわよ。はいはい、じゃんけんポン。負けるんかい、なんで。ナイスガードです。じゃんけんに負けたらすぐにコントローラー起こしてガードするといいみたいです。え、ヒントとかないのかな。今あれ、パーパー、チョキパーグー。なるほど、ちょっと待てよ。あー、ちょっと待って、グーになっちゃうじゃん。だったらこうして、あぶね、あれ、1 2 3、これでどうだ。いくぞ、じゃんけん発動。じゃんけんポーン。あいこ、むむ、あいこですわ。あれ、今黒い手が大きくなった気がしません。え、わからないな。どういうことだい。とりあえずチョキ出してみるか。今グーだよな。あ、チョキに変わった。あ、またグーに変わったぞ。わからない。順番になってるのか。時間が経つと変わる。こっちが何か操作すると変わるっていう可能性もある。ないね。ね、ね、あ、変わった。今だ。いいから早く、いいから早く。随分遠回りしたな。よっ、じゃんけんポン。よいしょ、勝った。ラッシュタイム。
結局何が正解かがわからないんだよな。何があれなんだろうな。いや、とりあえずこれで行ってみるか。ランダムじゃないだろうしな。剣、ポン、アイコ。あれあれあれ、でかくなったぞ。ヒント欲しいな。ヒント見に行くか。アイコだ。アイコだ。なんなんだろうな。法則がわからないです。私。あ、勝った。行くぞ。けけ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 
くそ、結局どういうことだったのかわからない。マリオさん、私。わ、壁ドン。私、とってもとっても怖かったんです。でも、マリオさんが私を助けるために頑張ってくれてるのに、私がピーピー泣いてたら、マリオさんハンマー手加減しちゃうかもって。は、ごめんなさい。だからって懐で泣いたら、マリオさんがビショビショになっちゃう。もう大丈夫。メソリの私。緑の紙テープはもう多分すぐそこです。もう一息頑張らなくちゃ。床に散らばった紙っぺらさんたちにも笑われちゃいますしね。ずいぶん残酷な姿になってしまったな。あ、カメック。カメックがいる。ああ、なんてこった。